メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。物事がうまく進まないなとか、思うようにうまく人生歩けないなとか、焦ってしまう気持ちを持つことないでしょうか。でもそんな物事がうまく進まないことも、焦ってしまう気持ちも実は人生には必要な経験なんですよ、ということが今日のブログには書いてあります。よかったらご覧になってください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索。 LINE アットを始めました。スクールに関すること、 LINE からもお気軽にお問い合わせいただけますので、よかったらご登録ください。それでは